座り心地めっちゃいい。いいですか。すごいいいです。みるみるランド、はい、こちらマリブ見ていきます。はい、でちょっとだけミドルで入る風になってるかなっていう形です。48万円ってここにね書いてあります。本当にスタンダードなタイプのハイエースです、うんうん、でなんかねここがすごい特徴的なんだよね。めちゃくちゃ特徴的なんですよ。かっこいいんですよ。ちょっとねゆっくり後で拝見したいなと思ってるんですけど、うん、色がすごい。あしかもなんか収納みたいなの真ん中にありますね。なっちゃいましたか。はい、もうなっちゃいました。もうあそこ開けるって決まってます。決まってます。確かに後ろから見るとこう、はい、この落ち着いた紺色っていうんですかね、スペースで寝れるのすごいいいなって思って、中のこの荷室がすごい広くって、あ、奥がね、2段になってますね。そうですね、はい、あじゃあお子さんとかだったら全然寝れちゃう感じですね。あとなんか荷物を整理するのも便利だね。ああいう風になってるとね。いいですね。でまたここにあの掘りごたつ的な床下収納、床下収納、レーナさん的に言うと掘りごたつ。そしてねここちょっと開けていいですか。はい、じゃーん。あここはねタンクがしっかり入ってますね。あなるほど。そしてここにシャワーがついてる。あ、ね、シャワーついてて外でシャワーも使えますよっていう。できますよ、はい、かなり、ね、実用的かなと。でこれ上がさ黒いから、天井黒いからこのなんか空間いいね。落ち着く、そうそう、うん、すごい落ち着きますよ、ね、静かに寝れそうな感じ。あとねちょっとしたことなんですけど、これコーディリオンみたいなすごいね、あの触った感じ優しいいい素材なんですけど、ここにねラインが入ってるんですよ。ここに見えます、このライン、はいはい、これもね同じ色で作られてるんです。すごいおしゃれだなと思って、同じ素材で作られてる。はい、この椅子すごい贅沢ですよね。贅沢ですね。めちゃくちゃ贅沢です。ここにも収納が、扉がちゃんとじゃないですか。わー嬉しい。あここなんか靴とか入れとくのかもしれない。あそうですね、あ入るときにねここにさっとしまって、うん、で閉じていくと、うんうん、あそしたら本当乗り降りのときにすごい便利ですね。反対側にも同じようなこの靴箱だと思われるものがありました、うん。ここもね、やっぱりこの青のコーディロイのやつで入ってるんですよ。すね、このスタイルすごい珍しいと思います、ね。ここってあんまりこう、なんだろう、テーブルとか来ないスペースなので、うん、でもここに座ったら、これはすごい便利だと思います。そしてそこがどうなってるか。あ、分かってあげて。棚ですね。可愛らしい棚になってますね。はい。はい、そして、上は電気系統なんですけど、下はこのままなのかな。あもしかしたらバッテリーとか入ってるのかな。そうだね。でここになんかねコントロールパネルがあってね。そうですね、コントロールパネルがあって、ね、ここに足置くところがちょっと斜めになってるんです。こういうなんかちっちゃな細工なんですけど、こういうのも嬉しいなと思います。座ってみます。はい、ではちょっとお邪魔したいと思います。座り心地めっちゃいい。いいですか。すごいいいです。しっくりくる。あ背もこうなんだろう、支えがいいから背が伸びるみたいな。この背もたれがねすごい良いですね。あの普通のやつってこう一個ずつじゃないですか。うん、それがねこれはすごいいいです。私は好きです。あとこの明かりがね結構優しいですよね。うん、なんか LED。しっかりついてて、あとここにあの暗いから見え、あの黒いから見えないと思うんですけど、ここにねあの音のスピーカーが2箇所あるんですよ、うん、なので多分ここに座ってたら音がすごいいいんじゃないかなと思います。くつろげますね。すごいくつろげます。みるみるランド、はい、こちらアルフレックスさんのマリブです。乗車定員が5名、就寝定員が2名プラス4名、全長が 4.8m、 幅が 1.8m、 高さが 2.1m です。ベース車両がトヨタハイエースワイド SGL です。ガソリンで動きます。お値段が 467
7万円です。お値段が467万円です。